多汗症、脇汗をテクノロジーでケアする方法。こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。皆さん、脇汗どうやってケアをしていますか？先日このようなご相談が届きました。気温や季節に関係なくどっと脇汗が出ます。シャツだけでなく着ているスーツにまで汗じみが広がってしまうほどです。最近人前に出てプレゼンをする仕事が増えたのですが、脇汗で心も緊張してしまい悪循環。何か汗を止める方法はありませんか？45歳の女性の方からです。あー、脇汗ね、共感です。私普段講師業をしているんですね。人前に立ってやっぱり楽しい講座を届けていきたいので、緊張しているようには見えないように努力をしているんですけれども、内心はね、結構気を張って緊張していたりもしています。チェブラ体操っていう体操をですね、講演の中で伝えていますので、途中でね、こうやって腕を上げるんですよ。でそうすると、こう脇汗びっしょりだとね、こうなんか見てくれる方にもなんかすみませんみたいな、こう気持ちになったりもします。汗の対策といえば、ツボ押しケア方法とか、こう便利なアイテムっていうのもあるんですけれども、で今回の動画ではテクノロジーの力を使って汗対策ができる、そんなアイテムをご紹介していきます。本当ですね、今すごい時代で、想像を超える、そんな技術があるわけなんですよ。で実は私たちをこうとっても深刻に悩ませているその不調っていうのは、意外と簡単に改善できるかもしれないということです。ところで、多汗症ってご存知ですか？過剰に汗をかく症状のことです。私もお友達でいるんですけれども、激しい運動をしたわけでもないし、暑い日でもないのに手のひらとか足の裏とか脇に常に汗をかいているんです。で私のお友達はですね、10分ぐらいすると結構手のひらからポトポトポトとね、汗が落ちてしまうくらい重度の多汗症の方がいます。たかが汗でってね、言う方も、いらっしゃるんですけれども、すごい悩みの種になるんですよね。握手するのにも気が引けたりとか、メモを取りたくても紙とかがね、手の汗で濡れて破れちゃったりとか、好きな人ができても手をつなぐことをためらっちゃうし、ペットボトルの蓋開けようとしても手が滑って開かないとか、自分は大丈夫だわという方も、もしかしたらお友達が困っているかもしれません。厚生労働省は、日本人の脇の下の多汗症の患者さんだけで 5.75%、およそ720万人いると発表しています。だけど病気としての認知度っていうのは低いので、なんか汗かきな体質なのかな、仕方ないのかなっていうふうに我慢している方が多いようです。もしね、そんな方が周りにいらっしゃれば、よかったらこの動画教えてあげてください。きっと助けになると思います。それでは今回ご紹介する汗対策のテクノロジーのアイテムはこちらです。ダーマドライさんです。多汗症を簡単に安全に治療ができる家庭用の医療機器です。カナダ保健省から医療機器ライセンスを取得しているものです。こちらで治療ができるのは脇と手のひら、そして足の裏になります。中身はこんな感じです。使い方はとっても簡単で、もうこの説明書にある通り、機械に接続して使うだけです。で説明書がこの汗に濡れても手汗で濡れても破れない作りなんですよ。心配りが嬉しいですよね。では実際に使っていきましょう。先ほどの脇用のこの電極を脇の下にですね、挟んでいきます。両方ですね、両方挟んでいきます。でそしてスイッチをオンにします。
どうしてたったこれだけで汗が抑えられるの？というと、これは家庭用のイオントフォレーシス機器、イオン導入って言って、皮膚に小さな電流を今流しています。で、神経と汗腺の間のつながりを中和することで、過剰な汗の分泌を抑えてくれるんです。電流が流れてるというと、痛くないのかなと思われる方もいると思うんですけれども、痛くないです。はい、電気風呂ってわかります？銭湯とかに行くとある微流の電気が流れてて、マッサージ効果とか、またこう血流が良くなる効果とかがありますよとかいうやつです。あんな感じですね。気持ちいい感じです。で、これはどれぐらいで効果があるの？というと、個人差はあるんですけれども、ダーマドライさんによると、ほとんどのケースで1週間から2週間で効果があるようです。はい、というので、あっという間に15分です。家でね、これ YouTube 見ながらでもできるので、私はね、生活にそんな負担になる感じではないかなというふうに思います。今回、脇汗をご紹介したんですけれども、手用とかね、足用っていうのもあります。もし汗が多くって悩んでいるという方は、このようなテクノロジーの力を借りるというのも一つの方法ではないでしょうか。悩みが一つ消えると人生がとっても楽になると思います。というので、今回は汗をテクノロジーの力でケアする方法というテーマでお送りしました。普段、チェブラチャンネルでは、更年期をテーマに自分でできる対策ケア方法や体操方法などをご紹介しています。よかったら日頃の健康づくりにお役立てください。というので今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。